江口みゆきは、日本の空手屋。長野県伊那市出身。極真会館東京城西国分寺支部の指導員。極真空手二段。夫は、同志部支部長の江口義治。神奈川大学外国語学部在学中の20歳の頃に、運動不足解消のためにという理由で、極真会館城西国分寺支部に入門。3年の稽古の後に茶帯を取得。 その後、ニューヨークで行われた、極神会館主催の、全世界女子空手道選手権大会において、初戦にてボロ負けする。その結果、自分が弱い人間であるということを自覚し、強くなりたいという思いを強烈に抱き、本格的に空手家としての道を歩んでいくようになる。そして、第三回女子全世界空手道選手権大会にて、ポーランドのエワ・パウリコスカ選手を倒し、 悲願の優勝を果たした。本の虫と自称するほどの読書好き。大学を神奈川大学に選んだのも図書館の規模が際立って大きいからというのが理由だと言う。そのために大学在学中は読書のしすぎで新食を忘れるほどであったのだが、そのような生活がたたり強い運動不足を感じて極真空手に入門したのが空手家になる最初のきっかけであったという。 ありがとうございます。